少なくとも15秒設計を練り直して思いっきり作りましょう。作戦はあります。ゴムをね、長くすればいいんですよ。単純なことなんです。その先へどうしても行きたい。思いっきり作ります。おっしゃ。お。皆さんご無沙汰しております。飛行機おじさんです。長いこと、へそを曲げておりました。まあただへそを曲げてたわけではなく、実は、もう一機作るって言って二機目はもうとっくにできてまして。こんなですね。でも今持ってみてもかなり重くなってしまいまして、全然飛ばなかったし、しかも3回も壊れちゃいまして、この3回目もう直すのが嫌になっちゃいまして、今もこのシーソーが壊れてるんですけど、もう一機作りました。はい。今度は軽くできています。しかも、今度はですね、なんとゴム1本、あ、まあ、ゴム2本で1本ですね。2本で1本のゴムで回る、で動くものになりました。まあ、こっちよりは軽くできてるんではないかと思うんですが、で今度はね、もうちょっと素直に、全体の機構を前にやりまして、こっちではちょっと後ろにやりすぎて前に羽をつけたんですけどもね、これ1機目ですね。10秒取りましたけど、真ん中で回す仕組みだったんですけども、あまりにも、こう回しにくくてですね、素直に前に持ってきました。で、尻尾。これ本来、重しになるだけなんですが、ちょっと重心が前に行きすぎるので、後ろに行くための重りですね。動かしてみます。いいかな。ゆっくりですが、いきます。はい、駅面がこうだったんですけども、まああまりに壊れるので、このシーソーがね、壊れてますけども、ちょっとここに力がかかりすぎるので、あとコメタルも壊れちゃいました。なので、こっち、いつも10ミリで作ってるんですけども、15ミリにしました。あと、シーソーはね、こっちのシーソーと同じ仕組みで、こっちの前の羽を動かしているこの短い方のシーソーにね、ほとんど力がかからない機構に戻しました。ね、なので、今度は壊れにくいかなと思います。ただね、ちょっと羽を細くしてしまったので、がゆえにこう軽く動くんだと思うんですが、これがね、羽が折れちゃうかもしれないです。もうギリギリですね。2ミリのバルサーで、こっち4ミリ。根元が4ミリで、こっちが1ミリですね。もうペラペラです。こんなですね。力入れたら折れちゃいます。まあそんなで。まあこれで飛ばなかったらちょっと時期尚早ってことで、ね、次は飛んでくれないかなと思うんですけど、まあ、こんな状況ですね。うん。カラーラップですね。
に作りました。あ、これですね、参考機。もう書いちゃいましょう、カッコつけずにね。トンボはこんな葉脈じゃないんですけども、ちょっと若干骨というか、はい、糸を入れたいと思いまして、これですね、アユ釣り用のいつもこれで巻いてるんですが、細い見えづらいですね。見えないですよね。裸の王様ちょっと。まあ、二重にしました。そして、これですね。ようなのでやりましょう。その今回は切っちゃいますが、これがいつもうまくいかなくてね、そう、切ってからやると難しいんですけどね。よいしょ。糸をつけただけあってね、割といつもより張りやすいですね。よしよし。一応晴れました。
こんなですね。さすがにこれは、一本では回らないですね。三本を、三セット。よいしょ。三本で回りますね。ソイカでも。これで回ると助かるんだけど、ちょっと遅いか。ちょっと遅いですね。動くけど。ゴム4本にセットで。いいね。ドン。6.1グラム。うん。まあこんなもんしょ。これ以上は無理っしょ。で、ゴムが4本の8本分ですね。よ。7.4。なるほど。うん。うん。ん?ギリでしょ。ギリ飛ぶんじゃないかな。うん。いけんじゃないかな。ギリギリ。よし。トンボがめちゃくちゃ飛んでんですけど、映んないよな。さっきですね、室内飛行テストを室内でやったんですけども、まあ、うちの部屋は最大で3メートルぐらいしか取れないんですけど、3メートルでね、一体何がわかるんだっていう話ですけどね。飛ぶ飛行機の、条件として、まずこう手に取った時に軽って思うんですよね。そう、見た目で感じる重さよりもずっと軽いんですよ。で、飛ばしてみて離した瞬間に他の機体はまあまっすぐ飛ぶか、ちょっと下り気味に滑空するんですけども、本当に飛ぶ機体ってのはね、まっすぐ飛ばしてもちょっと斜め上行くんですよね。で、この機体それがあったんですよね。それが飛ぶ機体の僕の見つけてる条件なんですけども、これはまずそいつをクリアしてます。あと皆さんね、僕の動画を見てらっしゃる方はやきもきしてたと思うんですが、いつもね、この羽がぐしゃぐしゃで羽ばたきを阻害しているような羽だったので、今回はね、ちょっと糸を、鮎釣りの糸をね、二重にしたやつを2箇所ずつそれぞれの羽に渡しまして、あんまりくしゃくしゃにならないようにやってみたのが多分いいですね。くしゃくしゃになるとね、結局この翼面積が半減とまではいかないですが、減っちゃって、羽ばたきもなんだかバタバタしてますし、まあそれでも飛ぶやつは飛んだんですけど、この処置をするとそれらはもっと飛んだのかもしれないですね。っていうことを今回証明できるかどうかですね。輪ゴムが4本の2セットをつないだやつですね。飛んでる、飛んでます。おっしゃー、まずまず、もう10秒超えてきましたね。おーっと、
空回りしたぞ。なんか取れた。おっと、何が悪いのか分かんない。あー、なるほど。あれ、急に元気がなくなったと思ってなんですけど、このくさびですね、くさびがどっか飛んでってました。これで飛ぶでしょう。おおほ飛んだ、上がったよし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 おし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 。おっしゃ。上がってるよ。上がってる。どう。おっしゃ。いいね、いいよ。